ルの翔です。今回の動画なんですけど、俺の車ムーブ車屋さんに今から持っていきたいと思います。過去2回ですね、車屋さんに持っていくっていうのを挙げてると思うんですけど、今回で3回目ですね。今回もですね、持っていきまして見てもらおうかと思います。もしかしたら今回ので車の修理、エンジンを乗せ替えるっていう話が前々からあったんですけど、そちらの方に話が進むかもしれません。なのでその間は代車生活行ってみます。ヤンマー。さあ、それでは車屋に出発したいと思うんですけど、うわ、車切ったね。ここ数日の雨がひどかったんで、もうひどいもんですよ。今つけてるエイプマンのこのアクションカメラ、ドライブレコーダー代わりにしてますけど、こちらをですね、まあ台車にするんであれば外さないといけないんですよ。配線がまあこことしてこういってうんたらかんたらしてるんですけど、とりあえず配線はもうこのままにしときましょう。今外して、ああもう一回ちょっと様子見てくださいなんて言われた時が、取り付けるのが面倒です。なので、その時はこれだけ外します。ほら吸盤のやつなんで、もうすぐ取れちゃいますんでね。あとはまあこの辺りの市側関係ですかね、この辺りだけ持っていけばいいかなと思ってます。ああこれないの不便だけど、まあしょうがないか。よし、じゃあ出発だ。エルカチャンネル。はい、今戻ってきました。車変わってない。今回もですね、オイルを補充だけで終わってます。またちょっと1000キロぐらい乗って様子見てくださいってことですね。ランプが点灯してないので、そのオイルの補充だけで済んでると思うんですけど、今回見てもらったら許容範囲内の減り方だったらしくて、思ったほどは減ってなかったみたいです。修理する気満々だったんで、ああそうなんだと思いまして、いやー良かったですね。アクションカメラ外さなくて、外してたらね、あーあーって言ってまたつけてましたよ、泣きながら。さあそういうことで様子見たいと思います。意外とでも1000キロ1500キロぐらい走っても、なんだろう、オイルは減るけど、そのもう空になることはないんじゃないかなと。一番最初が言って2ヶ月、4月に乗り出して6月に持っていってたんで、2ヶ月ぐらいね、丸々乗ってたんですけど、その時についてるんで、1000キロぐらいであればね、なんとも言えないんですけど、だましだましで乗るような感じかな、しばらくは分かんない。まあそういうことで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。